女性も包茎で悩んでるって本当？伊藤さん、コミトリス包茎なんですか？伊藤さん包茎なんですか？知らなかったんです。コミトリス包茎っていうのを知らなかったので、ここに勤めてから初めて聞きました、そのネーミングですか、はい、まずは須山先生、お久しぶりにご出演ということでよろしくお願いします。はい、今回はですね、男性の、ペニスの悩みとして多い、いわゆる包茎なんですけれども、実は、女性も包茎に悩んでいると、聞きます。これはまず、本当かどうか、この辺のちょっと細かい話をですね、先生方とそして伊藤さんも含めて聞いていきたいと思います。まずですね、ちょっと一つ質問なんですが、女性の包茎っていうのはこれ具体にどういうことでしょうか？女性の包茎は同じようにクリトリスに皮が被ってる状態ですよね、はい、普通ですよ、それは結構普通、それが基本的には普通の状態、そのいわゆる男性も包茎が普通なのと同じように、男性の気筒と女性のクリトリス輪郭っていうのが、発生学的には同じなので、男性が普段は気筒が、被ってるのと同じで、女性も、輪郭は普段はやや被ってる、だいたい目安3分の1ぐらい見えてるぐらいがちょうどいいっていうふうに女性は言われてる。詳しいですね先生。そこ僕知らなかったです。3分の1かぶって、だから僕らが手術をする逆にするとき、男性のときは当然、全部見えるようにするじゃないですか、確かに3分の1かぶってるっていう状態にはしないじゃないですか、女性の場合はやっぱり結局あそこをなくしちゃうと、刺激が強いのか、見た目の問題もあるのか、僕が知ってる情報では3分の1だけ見える、ぐらいがちょうどいいと、では性的興奮とかで女性の輪郭も大きくなるんですよね、男性の気筒として、大きくなった時に、やや露出してくると、いうのが正常だと認識してますけど、どうですかね。でかくなってるって自覚あります？全然わかんないです。しかも見えにくいですよ、見えないもんね、やっぱり。そうなんですよ、見てよ、じゃあ今度見てから見てから。その時にでかくなってるから。いや、僕自身もプライベートでも輪郭でかくなってるなっていうのはあんまりわかんないです。先生どうですか？活性学的にはだから輪郭だけが単体であるわけじゃなくて、男性の陰茎にテニスに当たる部分が、輪郭脚、輪郭脚っていうのがあって、二股にこう分かれて、そこもおそらく性的興奮で、ちょっとしっかりして、勃起じゃないけど、ちょっと硬くなるっていうのがあるはず。そのあたり全体的に刺激すると、女性は気持ちいいんでしょうけど、めちゃくちゃでかくなってるなっていうのも、あんま見たことないな。やっぱり男性のこう通常時のビジットの比較と比べると、女性は結構分かりづらい部分ではあるということですね。いわゆる男性でいう下性包茎の状態に女性もあるんだけど、かぶりすぎてる方はやっぱり性的刺激とかでも全然こうめくれないので、だからこう感度が悪いので、あとはそんだけこうかぶってるってことは、ここなんか、なんていうか、見た目がダボっとしてるんですよ。そういうのも含めて改善するということで包皮を取ってあげる、そこが悩みになってるんですかね、大体として。もう一つはただ衛生的な問題ですよね、やっぱ皮かぶってると、そこに男性流沈下す、女性恥行思考が溜まっちゃって匂いっていうのは聞いたことはあります。しっかり洗わないと、女性もね、性行為の前にしっかり洗うのが大事って言いますよね。だから女性の場合はそのクリトリスの周りに恥行が溜まりやすい、癒着してる人もいますけどね。男性でいうとよく癒着してる場合が多いけど、その気筒と包皮がね、女性も癒着してるって、いわゆる綺麗な輪郭って本当に気筒みたいに出ますよね、それがやっぱくっついちゃってる人がいて、そこにやっぱり恥行が溜まったりしてるんだよね、だから生まれてから本当一回も剥がしてない女性も結構、いる。ちょっとよく見た方がいい。どのタイミングで抜くんですかね、女性は。抜いたことがない人はそのままなんですか。
女性の申請って僕は見たことないんですが、うん、ありますか？いや、ないです、うん、ないですよね。先生が言うように、はい、輪郭と包皮は少し癒着してきているかもしれないけど、はいはい、出てない人は いないですね。いるのかもしれないけど、うんうん、僕も産婦人科時代含めて、うん、見たことはないです、はい。まあ、今ちょっと伊藤さんからも話があったように、まあ、いつ抜けばいいのかとか、なんかこうそのクリトリスの皮に対しての意識っていうのが多分女性ってそんなにこうほぼないですよ、ね。うん、いやでもやっぱそこに恥垢が溜まって匂う人は多分いるでしょう、うんうん、ちょっと匂うなっていうので意識的に洗った方がいいでしょう。洗ってとか、うん、剥いて洗ってとか、そこを入念に撮影前に洗うってこの間の、最上さんは言ってました。あ、うん、輪郭の周りの包皮だけじゃなくて、はい、輪郭包皮と小、はい、また小陰唇に連なるところにもいくつかこう、はい、溝があるん で、ね、結構女性器って少しこう不潔になりやすいですよね。不皮、うんうん、っていうのがあったり、こう小陰唇もこうちょっとね、うん、こう左位置してたりすると、うん、やっぱこの辺の溝とか、うん、まあ、先生が言ってるのは要するにここでしょ、うん、とか、あとこの辺とかいろんなところにこう溝があるんで、うん、まあ、こう匂いの原因にはなると思うんですよね。あと男性向けで言うと輪郭小帯っていうのもあって、気筒の小帯っていわゆる裏筋、はい、女性の裏筋もねここにあるんですよ。ここに輪郭とクリトリスと膣の間の皮が、あともう一つですね、左右に小陰唇がこう合わさるところ、うん、ここもこうひだみたいになってて、うん、ここも小帯って言って、あ、女性は2個の小帯を持ってるんですよ。なるほど、うん、でそこを性感帯とも言われてます。うん、そういう話もあります、はい、人によると思いますけどね、あくまでもそれは。伊藤さん、それを見てみてどうですか、今聞いた話。意識的に清潔にするようにしてます。あ、はい、うん、まあ、男性器と比べてやっぱり確かに溝が多いような、うんうん、やっぱ構造なんですね、うん、この小帯はどうですか、性感帯になりますか。ここ多分女性デリケートな部分だったと私は思ってたんですけど、はい、ちょっとサイズが大きい方とかちょっと切れやすい場所として私は考えてます。お産の時はここを舐めるようにこう膣壁伸ばすんで、あと、まあ、下げちゃうから、あ、はい、やっぱりちょっとデリケートですね、うん、出産の時はこう避けやすいです。構造がすごく細かいので、なんかその女性的にその感覚がここがこうでここがこうでみたいなところって多分 自覚っていうか、あ、女性自身も分かってないってことね、うん、っていうのはありますかね。ありますね、うん、前回先生が小陰唇も性感帯だったので、 はい、はい、あれも分かんないです。でもそういう人もいるんですよね。そう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 、うん、そういう人もいる。だから発生学的には小陰唇と包皮が、はい、一緒なので、うん、そう、大陰唇が陰嚢だから、はい、だからまあ男性の皮と女性の小陰唇は似てる、うん、男性も気筒だけが性感帯じゃないですか。なるほど、うん、まあ、今回クリトリス包茎についてということですので、はいはい、ちょっとここも性行為の話だよね。女性的にはそのクリトリスの露出の度合いによってその刺激っていうのはやっぱ大きく変わるものでしょうか。単位によっても変わると思うんですけど、露出の仕方。おお、単位、そうなんだ、そうなんですね。体の向きによって変わるんですか。多分こうなっているより、うん、後ろにこう反ってる方のが出やすいってないですかね。まあ、出やすいよね。分かりやすく言うと騎乗位になってのけ反ってる時でってことだよね。あ、そういうこと。ちょっといや、それやったことないんですけど全体に性器が引っ張られてる時の方が多分向けやすいと思うので。あ、はいはい、引っ張られてる体バックの時とか、バックの時の方がのけぞってるじゃないですか。あ、こうそれによって出やすいと思うので引っ張られるってこと。過敏になってるんじゃないかなっていうのは、うん、あ、じゃあバックの方が過敏になってるんですか。クリトリスが出やすくて、うん、露出しやすしてる時だとは思ってます。なるほど。バックからやってる時は、はいはい、男性の陰部はお尻の方に当たってるわけでしょ、はい、ペニスがですか。ペニス、あ、上向きだから。上向きだし、はい、下をなかなか触りに当たってない、うん、だから頑張っていただければ。手とか、あ、手とか、そう、手で、ね、手で同時ね、同時でね、はいはい、うわ、いや俺も伊藤さん上行ってるな同時にってことですね。それはありなんですか。いや、そうしないとわからない。ちょっと男性に試してみていただいて、正常位の時にこうちょっと
輪郭を攻めるのか、バックの時に輪郭を攻めるのかで、多分反応がもしかしたら違うかもしれないです。抜けてる人はですよ、はい、手一本で刺激ができる、はい、輪郭も、はい。だけど、かぶってる人は、はい、結局、抜いてこう刺激しないといけないから、ね、男性もまあ面倒だったり、はい、だから、まあ、分かってる人はそうやって刺激してると思う、はい、なんか結局皮がかぶった女性いくら刺激してもそんな大して気持ちよくない。いや、そこはね伊藤さんに聞いてみたいんだけど、ただ男性も別に皮を剥けてなくたって気持ちいいじゃないですか、だからで逆に剥きすぎると刺激が強すぎる場合もあるし、だからよく強すぎても良くないって言うじゃないですか、あの女性に対して。だから剥きゃいいってもんじゃないとは思って、あでもそれどうですか。なるほどね、奥深くなって、そう思います。確かに刺激強すぎる時あるよ。確かに、なんか痛くなってきちゃう、やっぱ粘膜なので、はい、一回痛くなっちゃうともう意識がそっちに行ってしまうので、確かにそれはそうかもしれないです。やればいいってことじゃないですね。やればいいってことじゃないんだね。そういうのをいろいろあって、やっぱり女性は3分の1見えてるっていう顔がちょうどいいんですか。ちょうどいいんじゃないですか。深いですね。剥きすぎてて常に、なるほどね、それもやっぱ良くないだろうし、どれぐらいこう剥くべきなのかとか、そうそうそう、露出させるべきなのかというところは、まあ、やっぱ3分の1ぐらいが一番ちょうどいいんじゃないかっていう感じですかね。手術方法として僕がやってるのは、はい、だからいわゆる男性器でいう昆布切開、はい、あ、はいはいはい、そうですね、うん、あの輪郭に当たる部分に傷つくんじゃなくて、うん、この辺をこう、うん、こう、そうですね、うん、こう切ってあげる、はいはい、それはやったことありますね。上からほんとちょうど引っ張って向いてような感じ、はい、男性側が、まあ、性行為の際女性のクリトリスに対して気をつけるべきことは何かっていうのをちょっと最後まとめて終わりたいと思うんですよ、はいはい、ちょっと今までのお話を踏まえてどういうことをちょっと意識して、まあ、今の話だと刺激しすぎても良くないっていう話ですよね、はい、そうですね、はい、向けばいいってもんじゃない、はい、うん、なるほど、はい、女性はよく洗ってほしいってことですね、うん、ああ、わかりました。ということで今回は、女性の包茎問題についてお話ししていきました。参考になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。